髪の毛短いよ。えっと今日はじゃじゃん、髪の毛を切りました。そして何年ぶりっていうぐらい何年ぶりにちょっとだけカラーをしました。本当にちょっとなんだけど、でも茶色くなったと思う。実物の方がね、多分茶色いかもしれない。 結構茶色くなったんだけど、どう？ちょっと髪の毛をね、さっき顔周りだけちょっと巻きたかったの。でもね、全然難しくてできなくてボサってしちゃってるんだけど、結構切ったよ。顎よりは下ぐらいまで。結構ね、こう肩でね、外になっちゃうんだけど、それはそれでいいかな。ちょっと難しい長さ。でももっとね、ショートにする勇気はなくて、 鎖骨ぐらいにしてもらいました。やばい、やばい。後ろちゃんとあれできてるかわかんないけど、結構ね、寝癖がちょっとつきやすくなったっていうか、やっぱストレートで何にもね、癖がつかないタイプだったから、こう切るとね、このいろんなとこに当たってやっぱり癖がついちゃうのが、気になるんだけど、 ミユのイメチェンでした。で、今日はミユの使ってるヘアケアを紹介していきます。もう本当にね、特にすごいね、変わったことっていうか、なんていうの、特別なことはやってないんだけど、物はこだわって、こだわってっていうか気に入って使ってるものが多いので、ちょっとシャンプーとリンスお風呂から持ってきたからあれなんだけど、一番重要なシャンプーとリンス、これがまあみんなもボタニスト絶対知ってると思うんだけど、ミユも市販のシャンプーの中で一番好きなシャンプーがボタニストのシャンプーなんだけど、このね、シャンプーはまた市販のとは別で、せっかくね、この傷んでるところ切ったから、もうちょっと今後髪の毛を気をつけてあげようと思って、このボタニストのオーダーのシャンプーを頼んでみました。で、このオーダーのシャンプーにしたらめちゃめちゃ良くて、もうね、なんか髪の毛がもちろんね、切ったのもあって、この辺の痛みは
ょっとしたうねり、ごわつき、とにかく細かいこと結構打って、それに合ったシャンプーが届くんだけど、もう簡単にすぐにカウンセリングができちゃうんだけど、あなたの髪質はとか、髪の毛の癖が気になりますかとか、毛の量はどれぐらいですかとか、なりたい姿とか、これはね、ミュー、どれにしたっけ、どれもね、手に入れたくてね、3つ選ぶのちょっと大変だったんだけど、多分ツヤを出したいとか、どれにしたんだろうな、髪の毛を柔らかくしたいとか、パサつきケアしたいとか、まあそういうのを選んでると思うんだけど、で、普段過ごしてる環境で気になることは何ですかとか、本当に自分のね、気になってることをどんどん打っていくだけなんだけど、最後ね、シャンプーの香りを選んでくださいっていうやつと、トリートメントの香りを選んでくださいっていうやつがあるんだけど、どっちもね、別々で匂いつけれるのもすごい良くて、どっちも全然違う匂いにしてみる、楽しんでるんだけど、最初頼む時はね、結構高いから、定期便に絶対なるんだけど、もう1ヶ月に1回そんな高いもの使えないと思って、そう、2ヶ月に1回に設定したんだけど、本当にこれ超おすすめ、超お気に入りの、オーダーメイドのシャンプーです。オーダーメイドのシャンプーとか使ったことなかったけど、とりあえず本当にいい。で、あとはもう何回も言ってるんだけど、ヘアブラシ、この
ウェットブラシのヘアブラシがすごい好きで、すごいね、大きいじゃん、これ。で、めっちゃね、溶きやすいし、すごいこれでやると絡まりがとにかく取れやすくて、ミユはね、絡まったり一切しないんだけど、ミヒがとにかく絡まるの。でもこのブラシだと、もう他のとは全然比べ物にならないぐらい溶けるので、ここも硬すぎず柔らかすぎず、頭皮をね、マッサージしてくれるような感じで、髪の毛がサラサラになるので、すっごいおすすめです。このね、ベッドブラシがミユは。ブラシでは、好き。シャンプーして、あとはトリートメントをつけるっていうぐらいのことしかミユはしないんだけど、もうずっと使ってる、何年も使ってるのがこのね、エリプス。これがトリートメントの中では一番好きで、髪の毛がね、長い時は2粒ぐらい使わないとね、でも足りなくて、結構ね、あれだったんだけど、ボトルでね、前買ってたんだけど、ボトルよりアマゾンにあったこの5個セット、50粒で確かボトルだと1800円、1900円、まあ2000円近いと思うんだけど、これが30粒で1000円しないの。だからまあこっちの方が全然お得なのと、ボトルの方もなくなっちゃうし、とりあえずこのエリプスがね、いろいろ使えて安かったので、Amazon で買ってみました。でね、これ絶対多分偽物ではないと思う。偽物みたいなのもあると思うんだけど、これは偽物じゃなかったと思う。一回偽物にね、楽天で当たっちゃったことあるんだけど、このトリートメントはとにかく、なんだろう、オイリーにすごいなるわけでもなく、サラサラしっとりになって、髪の毛を乾かす前、濡れた髪にね、塗って、とにかくまとまりが全然違くて、これを初めて使った時からとりあえずもうずっとリピートしてて、めちゃめちゃおすすめです。で、あとはこのロレアルエクストラオーディナリーオイル、ボタニカルオイル、これは洗い流さないタイプのオイルで、これもね、これと使い方はほぼ同じなんだけど、これを夜1粒2粒使ってからまた朝使うのめっちゃもったいなくて、これの方が出す量とか調節できるし、これはドラッグストアで普通に買って、いろいろあったんだけど、匂いが一番好きで選びました。これすごいいい匂いで好きなんだけど、エリプスに比べると乾かした後のまとまりとかそういうのは劣るけど、でもね、こういうちょっとした時にちょっとだけ出して、こうね、ちょっとツヤを出すぐらいのイメージでも使えるので、とりあえずこれは何本もリピートしてるわけではないけど、これもすごい今は気に入っていて、とりあえず使ってるものになります。あとはちょっとおまけで、これはもうね、このシャンプー、ボタニストのシャンプーに変えてから一回も使ってないんだけど、ヘアマスクだね。このね、トリートメントで、シャンプーして、これトリートメント塗って、ちょっと置いて流すと、だいぶもうめちゃめちゃスルスルになるから、これでね、今十分なんだけど、ヘアマスクだけを探してる人には、これもね、すごいおすすめです。アイハーブで買えるけど、すっごい人気商品で、結構ね、売り切れてることが多い。ただ安い、800円とかで、安くて、まあ、安い割にトゥルトゥルになるので、髪の毛がね、すっごい絡まりやすい人、ミヒがとにかく絡まるから、ミヒのためでもあり、なんかいろいろ探してるのもあるんだけど、そう、これミヒには今使ってるけど、ミヒは使ってないけど、髪の毛絡まる人とかにもすごいおすすめです。オリーブとアボカド、結構ナチュラルな感じのもので探してる人とかもすごいおすすめです。で、あとはマトメージュ、ミユのね、この前も言ったんだけど、この辺にね、短い髪の毛がなぜかいっぱいあるのね。これはもう一生絶対伸びなくて、ちゃんと乾かして寝ても絶対ここだけはツンツンしちゃうので、朝なので、毎日これをね、このツンツンのところに使っていて、これもミユのヘアケアの大事な一つです。ヘアケアの紹介はこんな感じです。ベラとかさ、ここにお団子とかたまにさしてるやつとか、お団子こんなちっちゃいの、これがもうミユの夢ですっごいくだらないんだけど、そう、とりあえずこんなに自分でも切るとは思わなかったんだけど、でもね、また多分ミユ伸ばしたくなるし、まあ、長いのすごい好きだから伸ばすとは思うのね。ミュー的マックス切ってみて、そっからまた髪の毛は伸びるからいいやと思って、そう、ここまで短くすることにしたの。でもすごい気に入ってます。とりあえずまた
またね、多分染めると思うので、その時はどんな感じになるでしょう。じゃあそんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったらぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。